こんにちは、砂浜でたっぷりチャヤです。マリオメーカーやっていきましょう。こちらのコースはですね、投稿者用隠しを見つけなければいけないステージとなっております。自分がツイッターの方でコース制作を依頼して作っていただきました。ピンポンパンポーン。だからもう投稿者用隠しありきのステージっていうことを前提として、お伝えしときます。でセーブしてないです。セーブしてない状態で探し出す。でもヒントはもらってます。まず最初にヨッシーを見つけなきゃいけないんだってさ。ヨッシー見つけないと最初の土管に入れないって書いてありました。この左は多分ダミーだな。ダミーですね。ないんですね。よいしょ。でもなんかそれらしいあれがあると思うんだよな。なんかヒントはっぽいやつは多分出ると思うんだよね。この辺に隠しありそうねえ。レッティを探さなきゃいけないんで、よいしょ。それだけが、よし、この時点で探さなきゃいけねえんだ。おいでおいで、オッケー。どこかな。土管は入れなかったからな。ここかな。ねえな。ここか？ねえか。どこだ？この辺はね。はっ。この辺はまあ、まあ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 。まあまあまあ。このスパナ厄介だな。はっ！届く？これ。いけ！よし！だーい！いけ！よーし！うわー！いけ！よーし。しっかり倒して、しっかり倒して。いや、でっていうじゃねえのかよ。ちげえのかよ。でもさ、ここに隠しないと、あと他どこにあるよって感じなんだけど。ここかな？お、P。P？ P 使うようなとこあった？え、P 使うようなとこあったかな。と、P 押すとこの辺で何かが変わるのかな。右の土管の方行っても何もないから、この辺で踏むんじゃないかなって思うんだけど、どう？ちげえな。すいません。セーブしました。全然わかんなくてセーブしました。全部答えを知ってるわけではないんだけど、一部わかってます。とりあえず、ここは行く。絶対行く。この上にね。こんな感じで P 上投げつけると、孔明が一つ反応すんだよ。こんな感じで。これやっとかなきゃいけないの。前提作業で。これきついよね。あぶね！で、もう一個見当たんなかったやつは、これはもう、探しミスですね。これは自分で見つけなきゃいけなかったんですけど、今のとこ突破するために、はい。見えちゃったやつです。あ、うめえ。はい。で、P でここに入れました。あ、うめえ。あ、ここ来れねえぞ、こいつ、ざま。ここら辺はアクションですね。ほっ。よいしょ。オッケー。で、これが緑の悪魔か。これは下降りていいのかな？オッケー。おっと？これ届かないよね、でもね。え、嘘だろ？あ、いや、ここだけねえのかよ。ここら辺なんかあんじゃねえの？ほっ、ねえな。ねえな。ねえな。ここはねえのかな？
お、いやー、マジか。ここ乗れるっていうね。さっきここ乗ろうとしたんだけど失敗しました。トン、オッケー。で、あ、しまった。パワー壊しちゃいけなかったんじゃねえかな。お、な、おー、なんかあったぞ。ここにキノコを発見。で、なんかあったんじゃねえかな。そんな気がすんな。おっと、あ、いや、一応こっちでいいのか。で、入って、そう。こう。これがないと、ずっとループだったんだよね。いやー、これは、わかんなかったわ。ずーっとここで苦戦してた。30分くらい、ほんとに。え、でもさ、これ思ったんだけどさ。うわー、怖え。待って。で、最初の土管入った時にさ、ヨッシー必要っていう話なんですよね。よーし、あったけど、これどうやって取れっつーのよ。あー、ギリギリいける？あー、ギリギリいけんのか。こうか。よーし、オッケー。ヨッシー必要っていうのはどういうことよ。トゲ？ブラックパックンか？乗り捨てか！おー、怖えー。オッケー。これに乗るのは正しいっぽいけど。あ、ありましたね。よかった。え、キノコか。これファイヤーかバブルかが、ここにバブルがあれば、ないか。この辺にあると思うんだ。なんかファイヤー来た。あ、そういうことか。待ってなきゃいけなかったのか。ちょっと待って。結構ハード。いや、こっちなんじゃね？必要だったのはこっちだったんじゃない？これはなんかたまたま偶発的なファイヤーかもしんない。っていうか上のブラックパックンが気になって仕方ない。端っこは？なんもないか。これは何度でもですね。クッパの中に鍵がないと結構詰むんだけど。オッケー、まずこっち撃破。降ってきてもらってすんげえジャンプ力。当たりそう。当たりそう。しまった、当たった。でも、ファイヤーが出てるんで大丈夫。先にファイヤー出しとこうね。オッケー。あ、今チャンスだったのに。おりゃ！オッケー。あー、やっぱないのか。ないのか。これ入れるかな？入れないですね。やっぱあのブラックパックンだな。ということは、ブラックパックン倒すにはパウが必要なんで、あ、そっか、待った。これあれだ。ファイヤーで倒させるってことは、ちびっこを想定してないから、一番下、あのでっかい状態のこの頭の部分のマスを叩けないんだよね、でっかいとね。よーし、よーし、オッケー、よかった。最後の1マスがもう諦めてたわ。これ絶対そしたらこのパックンでしょ。やべ。大丈夫。ほらね。思った通りでした。で、これ取りの？あ、お前ら復活か。そっか。いや、オブね。ドアに入ります。よかったー。ドア入って、やった。ゴール、嘘だろ？いや、嘘だろ？マジか。でもさ、ブロス倒しても別にあれがないよね。このブロックは壊れないよね。こいつすり抜けてこれるけどさ。へぇー、ブロック壊すってことはあれか。トゲ像か。
嘘でしょ。あった、ありました。ただいま。オッケーオッケー、これで入って、やった、ゴールだ、ついにゴールだー。イエッシェー、お疲れ。いやー、これはさ、投稿者用隠しだけじゃなくてさ、謎解き要素もありましたね。いやー、これはきついわ、俺には。いやー、難しかったなー。楽しかった、そして。あぶね。はい。で、右か？叩くやつだ。で、ここさ、思いっきり頑張ってるんだけどさ、こうでクリアできちゃうわけですよね。これ、のこのこの糸さっぱりわかんねえんだよな。左行ってさ、戻ってこれない高さにブロックなかった？横プラスジャンプ。はい。あ、違う、入ってからだ。これだ。コインルートだ。コインルート伝ってけばいいんですね。これむずいぞ。これ絶対むずい。これ普通に難しいよね。ほら、これ集中して黙っても相当むずいぞ。うわ。うわ、トゲあった上に。いや、きついっしょ。いやきた、よーし、めっちゃむず、全然喋る余裕ないわ。これどこにスターあったんでしょうね。とりあえずすごいの方に入れたけど、スターの位置がどこか全然わかんなかったわ。よーし、じゃあ今日はこれくらいにしとこうかな。ではでは、今回はここまでにいたしましょう。チャンネル登録を済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミゴー。